ただいま、やっていきましょう。プラスティックメモリーズ、アイラ編ですね。やっていきましょう。ということで、今回はペットと仲良くなる方法、なるものを見ましょう。じゃあこっちね。よろしくね。服足りてねえよな、全然。一個はダウンロードコンテンツっぽいけど、他どうやるんだろう。アイラとはよく、ハーブを買いに来るショッピングモール。今日はここへ、ハーブ以外のお店も見て回ろうと決めて、遊びに来ていた。どこから行こうか。アイラは見たいお店を探すために案内看板とにらめっこ中だ。このショッピングモールにはいろいろなお店が揃っている。食品売り場があるし、洋服屋さんもインテリアショップも電気屋さんもある。イオンかな。商品を販売しているお店だけじゃなくて、美容室や歯科、眼科なんていうのもあった。もしかしたらここにないものを見つける方が大変かもしれない。案内板に目を通し終えたアイラは、どこから見ればいいかわからない、じゃあ適当に行こっかと苦笑した。これでペットショップ行くのかな。だよね。とりあえず歩いてみようか。うん、それがいい。意見が一致して気楽な散策をすることにした。俺とアイラは手をつないで、まずは1階からぐるっと歩いてみることにする。ショッピングモール内にはカップルが多いみたいで、俺たちみたいに手をつないで歩いている男女が多く見られた。腕組まなくて大丈夫？みんな恋人と買い物に来るんだ。あー、畜生畜生、こんなとこ潰れちまえ、爆発しろっていう爆弾魔が出てきそうだな。あのウサギ実はそういうやつじゃねえかあのウサギここに爆弾仕掛けてんじゃないかな。やっぱり一緒だと楽しいのかな。そりゃそうでしょ。俺は楽しいよ。楽しいっすよ。当たり前のように答えて、アイラの答えてから、アイラの気持ちが気になった。アイラはどう？俺と一緒で楽しい？うん。どれぐらい？聞いちゃう。え？どれぐらい？あ、困ってる、困ってる。すっごく。そっか。俺も、すっごく。もう、つかさったら。ちょっと恥ずかしい会話を楽しみつつ、笑っていたら、はい、犬ビクッとアイラが体を震わせた。そして急に早足になる。しかも焦っているみたいで、かなりの挙動不審だ。もしかしてトイレか。通路の両脇になるショップに目をやると、アイラが慌てる原因が分かった。ペットショップだ。このショッピングモールでは3軒ほどペット関連のお店が並んでいて、ペットショップの他にペットグッズ専門店とシャンプーなどの手入れを行うトリマー施設があった。うん。アイラはいつもここを通るときに動きが変になる。理由はまだ聞いたことがない。なんとなくタイミングがなかったんだ。でも今なら聞けるかもしれないと思って、アイラに質問してみることにした。普通に聞いてみる。ちょっとからかってみる。からかってみよう。速攻選択肢を決める男。からかってみよう。アイラ、トイレに行きたいのか？ってさ、もしかして動物のこと嫌いなんて。それはないと思うけどな。苦手なだけ。アイラは驚愕の表情で俺を見た。あれ、冗談のつもりだったんだけど、まさか。あんなに精打ち好きだと。あのね。どのね。ペットショップから少し離れたところで、アイラは足を止めて遠慮がちに口を開いた。俺の兄貴がなんか大型犬に子供の頃襲われたらしくて、大型犬嫌いらしいけど。動物全般が苦手なので。意外すぎる。ってか、セイウチは？あ、だからセイウチと握手するの嫌がってたってか、できなかったの、固まって。緊張じゃなくて。嫌いじゃないの。ああ、そうだよね。好きなんだけど、苦手なの。ああ、そういう意味ね。動物が好きだけど、苦手。それは、なかなか難しい状況だ。うん。つまり？可愛いから触ってみたいんだけど、触ろうとすると緊張しちゃうの。でも、緊張すると、動物が吠えたり逃げたりするから、結局何もできなくて。これが生打ちのところに繋がるのか。なるほどね。なるほど。動物は警戒心が強いから、アイラの緊張が悪い風に伝わって吠えたりするのかな。
アイラ自身は動物が好きだから、そこさえクリアできればうまく触れ合える気がするんだけど。よし。アイラ、練習しよう。練習だ。練習？ビシビシ行くぞ。アイラは首をかしげた。緊張しないで動物に触る練習だよ。そうだよ。まずはひよこから行こうか。え？動物が好きなのに触れ合えないなんてもったいないよ。だから頑張ってみよ。でも。俺の提案に戸惑うアイラ。なんかあれね、メダカちゃんみたいに。今まで吠えられたり逃げられたりして苦手意識を持っているから当然の反応だと思う。でも踏み出してほしかった。アイラにも動物との楽しい時間を過ごしてほしい。少しだけだよ。長いはしないって約束する。少しだけなら。しぶしぶだけどうなずいてくれた。それじゃ、行こ。俺はアイラの気持ちが変わらないうちに手を引いて歩き出した。ペットショップの入り口には動物の子供、おーと題されたコーナーがあって、低い柵に囲われたスペースが何個か作られていた。そこには子犬や子猫がいて、おもちゃで遊んだり昼寝をしていたりしている。小さい動物ならアイラでも大丈夫かもしれない。そこを見てみよう。低い柵の前に行くと、早速子犬に吠えられてしまった。こんなにアイラの方が子犬みたいなんだよ。アイラはもう涙目だ。子犬もダメなんだ。大きな犬よりは大丈夫。ちなみにレトリバーなら大きな子でも平気。なんで？ なんで？ なぜ？レトリバー限定？どういうこと？そう、限定。何それ、限定能力。よくわからないけど、何か線引きがあるのかもしれない。でもレトリバーが平気なら他の動物だって平気になる可能性は十分あるっていうことだ。大丈夫だよ。今のは遊んでほしくて吠えただけだから。本当。ほら、見てごらん。子犬は尻尾をブンブン振ってアイラを見ている。遊んでほしいって顔してるでしょ。なのかな。触ったらきっと喜んでくれるよ。ほら、手を出してみて。カブ。ガブガブ、ムシャ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 。アイラはプルプル震えながら低い柵の中に手を入れる。やっぱり無理。はい、新人が来たぞ。はいはい、このお嬢ちゃん、動物新人やで。ペットたちの、子犬たちの会話が聞こえてくるようだぜ。すぐ手を引っ込めて、俺の腕にしがみついて、おいおい、あんちゃん、すぐ手引っ込めたら、わてら舐める隙ないやないやか。諦めるの早すぎだよ。最初に吠えられたこともあってか、アイラには子犬に触れるだけの勇気がないみたいだった。おいおい、兄ちゃん、あんちゃん、早く彼女さんをこっちに連れてきんしゃいな。わてら遊びたくてたまらねんな。どうか、どうにか勇気つけてあげられないかな。ああ、ここでか。これ、俺セーブしたっけ、さっき。犬の真似が楽しくて。忘れちゃった。アイラを応援する。アイラの頭を撫でる。撫でよう、アイラの頭を撫でよう。俺はアイラの頭に手を乗せて、ポンポンと寝た。おい、兄ちゃん、そっちやないで。そっち子犬やないで。その子は子猫や。わいの方の頭なでや。何してるの？こうしたらアイラが頑張ってくれるかなって思ってさ。ワン泣いてみ？お嬢ちゃん、ワンワン泣いてみ。そういう時はワンワン泣くんやで。私は子供じゃないので。何歳やねん、お嬢ちゃん。わてらだって犬の年齢知って、犬の年齢の速さ知っとるんか、お前。わても3歳やけどな。もう人間で言うたら15や。15やで。ダメ？全然嬉しくない？全然ってことはないけど。犬って5年ぐらい早く成長する？イメージで言ったけど今。よかった。俺は嬉しくなって、さらにアイラの頭をポンポンした。あんちゃん、あかんか、あかん、あかん。わてや。わてのことポンポンせいや。わてや。わてやらもやってほしいんやで。アイラは顔を赤くして、手をバタバタさせた。もうごめんごめん、つい。機嫌を損なわないためにも、おとなしく手を引っ込めた。アイラの顔を見ると、さっきよりも表情が明るくなっている。どうやらうまく勇気づけることができたみたいだ。今度こそ。アイラは再び低い柵の中へ手を伸ばす。指先が緊張で震えている。けど、さっきよりも
フルーは小さかった。おー、ジョーちゃん、頑張ったな。さあ、わしがじゃ舐めてやら。子犬との距離が少しずつ縮まっていく。ほら、行くで、ジョーちゃん。行くで。3、2、1で行くで。行くで。3、2、1、はい。これなら、触らせそうだ。そう確信した矢先。おい、バカ太郎、邪魔するやないねん。突然、犬が吠えて、アイラの手が止まった。本当に、あともう少しという距離。このチャンスを、逃しちゃダメだ。俺はアイラの伸ばしていない方の手を、ぎゅっと握った。こそ、もう少しだよ、アイラ。俺がついてるから、そのまま手を伸ばして。ひゃー、兄ちゃん、彼氏やなー。わかったわかった。わいも頑張ったるわ。アイラは再び、勇気を出して、さらに手を伸ばす。また犬が吠えた。けど、今度はためらわなかった。アイラの指先が、子犬の頭に触れた。無事、触れたことにアイラが喜んでいる、と思ったんだけど。緊張で固まってしまっていた。アイラ？アイラは無言のまま、無理だ、というふうに、首を小さく振っている。そんなアイラとは対照的に、触れられた子犬の方は、嬉しそうに尻尾をパタパタさせていた。これパタパタさせてるけどな。別に嬉しいわけやないで。ないで。これやるとみんなご飯くれるんやで。わてらに。だからわてらはパタパタさせとるんや。ただそれだけや。おじゃちゃん、もうちょっと動かしてくれへんか？かゆいね、頭。かゆいね。書いてください。書いてくれ。さらに、甘えるように、アイラの指に、頬をこすりつける。しゃーないな、もう、お嬢ちゃん。ま、動物初心者や。誰でも彼でも初心者や。いきなりプロにはなれやへん。しゃーない。わいが手伝ったるわ。子犬の懐き用に、アイラは驚いていた。ほら、大丈夫だよ。恐る恐る、子犬の頭を撫でた。ああ、いいわ。嬢ちゃん、いいわ。ああ、そこそこ。ああ、いいわ、いいわ。ちょ、ちょ、あ、いいわ、そう、さっき来たおっちゃんのごっつい腕よりは、もう、やっぱ、嬢ちゃんみたいな柔らかい腕の方がいいわ、気持ちいいわ。子犬は、アイラに身を任せるみたいに、おとなしくしていた。せやろ？心に余裕ができたのか、アイラはもっと手を伸ばして、今度は、子犬の背中を撫でた。ちょ、ちょ、あ、嬢ちゃん、そこあかんで、そこ、ちょっと、くすぐったんや、くすぐったんや、ちょっと、優しくして、もっと優しくして。してるんだ。ああ、血統書付きのエリートやからな、わい、これ意味も。子犬の返事のような吠え方に、アイラは微笑んだ。もう、最初の緊張は吹き飛んだみたいで、今は自然な表情になっていた。よかったね、アイラ。司が手伝ってくれたおかげ。あんちゃんも頑張ったな。守れよ。彼女のこと守ったれよ、あんちゃん。わいも陰ながら応援しとるやから。私を連れてきてくれて、ありがとう。アイラは幸せそうに笑った。それを見て、俺も思わず笑顔になってしまう。わてもな、この仕事やって長いけど、こういう笑顔見とうてやっとんねん。あんちゃな、絶対幸せになるわ。ワン。どういたしまして。アイラが喜んでくれたことが一番嬉しかった。レトリバーが大丈夫になったのもね、昔友達が司みたいに手伝ってくれたからなの。それ親友の話？それ親友の話なのかな？それちょっと気になってんな。じゃあ、これから元わい彼じゃないがよな。もっともっとたくさん手伝ってあげるよ。そしたら、あっという間にどの動物だって平気になる。そうだ、せっかくだからその子犬、抱っこしてみたら。ハンちゃん、それあかんで。あかんで。抱っこ有料や。わや、抱っこは有料なんや。て、血統書付きのエリートやからな。ただじゃできへん。それただじゃ無理や。子犬たちを囲っている柵には、抱っこオッケーと書かれていた。ちょっと、ワイはそれは許しとらんねん。許しとらんねんよ。もう、トーマスはいいっちゅっとったけどな。ワイはダメやねん。ワイはまだそれ認めちゃおらんねん。アイラは、子犬を見つめて、もじもじする。やってみたいけど、手が出せないみたいだ。さすがにちょっと触れただけで、さすがに、ちょっと触れただけで、抱っこまでするのは、ハードルが高かったかな。ああ、いや、言い過ぎだよ。触れただけでも十分だし、今日はもう。抱っこしてみる。ああ、ちょ、ちょ、ちょ、
お茶、まあ、わかった。わい、特別や。特別やで、ね。今日だけ特別やで、ね、わい。え？アイラは意を決した顔で、小犬に両手を添えた。あんちゃん、なかなかうまいやんか。最近結構いるねん。片手でわい持ち上げてくる奴ら。両手で、そう、優しいよな。緊張した面持ちで、小犬を見つめ、慎重に腕を持ち上げて。はぁ。どや、わい可愛いやろ。どや、わい人形みたいやろ。どや、わい人形やねん、実は。実は子犬の人形やねん。遠隔操作されてる。わいギフティアやねん。子犬ギフティアやねん、わい。子犬を胸元に抱き寄せ、両手で優しく包み込んだ。どう？うまくできてる？ペットのギフティアとかあんのかな？それ、あるかもしれねえな、なんか、これ。すごいよ、アイラ。ちゃんと抱っこできてる。柔らかいわ。わいと同じぐらい柔らかいわ。このジョーちゃんの胸。やばいわ。悪いな、あんちゃん。あんちゃんより先に楽しむで、わい。慣れてない感じがあるものの、子犬の背中と両手、足元に手を添えて、胸のあたりでしっかりと抱いていた。アイラは、うまくできたとわかると安堵して、顔をほころばせる。その感情が伝わったのか、子犬も安心したみたいで、アイラに顔を押し付けて甘えていた。わーい、この胸気持ちいいわ。好きやで。わー、この胸いいわ。わー、そんなに大きゅうないけどな。大きゅうないけど、やっぱ、ジョーちゃんぐらいの方が、やっぱ、心臓に近いんや。胸が。だからあったかいね。めっちゃあったかいね。これいいわ。安心するわ。おとなしくていい子だね。おっさんだよ、それ。抱っこさせてくれて、ありがとう。それめっちゃおっさんだよ。それめっちゃおっさんだよ。アイラ、大丈夫か？どうしたの？頭撫でてほしい？撫でてほしいね。よし、頼むで。ああ、楽しみだよ。その柔らかい。帰ってくれや。帰ってくれや。ちょっと、ね、毛並み整えてくれや。トリマー、ね、一ヶ月前やったばっかなんよ。やったばっかじゃねえわ。やったけど、もうちょっと、やってほしいね、ワイ。よしよし。いい子、いい子。ええ子やろ？ワイ、ええ子やろ。なあ、どや。子犬は喜んで、お礼とばかりに。アイラの顔を舐めた。うわー、お嬢ちゃんの顔、めっちゃ甘いで。お嬢ちゃん、さっきハーブ飲んできたやろ。これハーブティー、これハーブティーの味がするで。これローズマリティーの味がするで、お嬢ちゃん。飲んできたな、お嬢ちゃん。あんちゃんと飲んできた？どうやった？美味しかったやろ。くすぐったいよ。耳も舐めさせてくれや。わい、耳舐めるとな、お互いのカップルの相性わかるね。お嬢ちゃんの耳舐めさせてくれや。そのあとあんちゃんやで。あんちゃんの耳も舐めさせてくれや。食べ物じゃないから、そんなに舐めちゃダメだよ。すっかり気に入られちゃったね。かな。そうだといいな。少なくとも、子犬に対する苦手意識は薄れたみたいで、アイラはそれからしばらく犬を抱っこしていた。触れられるようになったのも、のは、まだ子犬だけど、ペットショップにすら近づこうとしなかったことを考えると大きな前進だ。今日はアイラを連れてきてよかった。そう心から思った。あんちゃんちゃんと守りや。彼女のこと守りや。ワイみたいないい犬やばっかりやないで。見てみ、あそこのジェニファー見てみ。もう人が来たらすぐ人が持ってるお菓子とか全部食べちゃうんや。あいつ汚いぜ、あいつは。同時にアイラとももっといろんなことに挑戦したいという欲が生まれて、頭の中に様々なデートプランが浮かぶ。あんちゃん、実はうちな、わいな、心の中読めるんや。あんちゃん、そのデートプランはちょっとまずいで。まずいで、ちょっと。あんちゃんにはまだ早いわ。公園デートからゆっくりやってみるべきやと思うで、わいは。次は、アイラとどんなことをしよう。アイラが子犬と遊び終えるまで、俺はずっと、そんなことを考えていた。もう、わいはな、ギフティアの心は読めねんねん、ねん。だから、お嬢ちゃんのことはわからん。あんちゃんがその横島な欲望をね、ちょっと持っとるのはわかっとるで。でもな、人間みんな横島な欲望持っとるんや。小さな欲は持っとるんや。それがな、肥大化してって、いずれ問題になるんや、兄ちゃん。抑えとき、抑えとき、彼女のこと考えて抑えとき。何だったんだろうな、今の犬。何だったんだろうな、あの犬。めっちゃおっさんやったやん。
おっさんだったやん。おっさんだったじゃん。何だったんだろうな、あれ。ほんと。もう一回あれやんなきゃいかんの、俺これ。勘弁してよ。勘弁してよ。あの犬なんやねん。ちょっと映ってきてるわ。なんか、乗っ取られつつあるわ、俺が。あの犬に。普通に聞いてみよう。ねえ、アイラ。うん。何？どうしてペットショップの前を通るとき、早足になるの？なるの？加速装置ついてんの、床に。え？理由、言ってなかった？うん、聞いたことない。うん、聞いてないけど。少なくとも、俺の記憶ではそうだった。ごめん。あんちゃん、彼女にごめん言わしちゃあかんで。あかんで。わい見てるからな。わい見てるから、次元超えてこっから。見とるでね。アイラはしょんぼりとして頭を下げた。あのね。ペットショップ、あ、これと同じね。アイラを応援しよう、じゃあ。頑張れ、アイラ。アイラならできるよ。もう少し手を伸ばしたら触れるから、頑張って。頑張って。もう少し。もう少しだけ。お、来るか？ワイの方来るか？あんちゃん、2回目やで、こいで。アイラは自分を奮い立たせようと言葉を繰り返す。そして。頑張ってみる。お、決意したいい目や、いい目あんちゃん。かかってこい。表情、まだ表情はこわばっているけど、手を出す決意はできたみたいだった。今度こそ。アイラは再び、低い柵の中へ手を伸ばす。指先が、緊張で震えているけど、さっきよりも震えは小さかった。来るか、嬢ちゃん。でもな、カットなんや。カットなんや。さすがに2周目はないで。はい。ありがとうございました。ありがとうね。やっぱこれ無表情だもんね、ここ。日付が進むにつれて表情変わってくんだね、やっぱ。なるほどね。ありがとうございました。ありがとうね。